カンジャンケジャン好き。日本橋に釜山出身のおもにが作る家庭料理の美味しいお店があります。二日酔いのネーネがおりますが、女三人でカンジャンケジャン女子韓国家庭料理コモネ。この日ネーネは朝の6時まで飲んでたみたいでマジ酒臭かった。まあ二日酔いは飲んで直すしかない。しっかり手袋をつけて準備万端。それでは旬のカンジャンケジャンをいただきます。こうやってプニュって押して食べる醤油味の生のカニが美味しすぎてマッコリ不可避。一押しはなんといってもヤンニョムケジャン。これをねほかほかのご飯の上に乗せて食べるわけですよ。ねっとりしたカニと辛いヤンニョムの味付けがたまらん。ねねはこのヤンニョム気に入りすぎて新しいタイプのジュモッパ作り出してた。ディオールのマキシマイザー塗るより口ベルプルプルになってる。セウカンジャンもめちゃくちゃ美味しかったな。セウカンジャン食べたことある人少ないんじゃないかな。私も日本で見たの3回くらい。あとコモネのチヂミカリカリもちもちでなーむましっそよ。チャルマンドゥっていうオリジナルの米餃子もめちゃくちゃ美味しかった。あとこれスンドゥブもほんとやばい。エビやアサリの魚介の旨味たっぷり。ないの、日本式韓国料理じゃなくて本場の韓国の家庭料理が食べたい人行ってみるが良い。